セントオールバンズの戦いの場所セントオールバンズの戦いは1455年5月22日のロンドン北方の町セントオールバンズでの戦闘でバラ戦争の最初の戦いである。ヨーク公リチャードと彼の同盟者であるウォリック博リチャードはサマセット公エドマンド率いるランカスター派を打ち破りサマセット公を殺した。ヨーク公は国王ヘンリー6世を捕らえ、 再び自ら五国境となった。約三千の正強なヨーク派軍に側面に回り込まれるのを避けるために、ヘンリー六世の二千名の軍勢は街の中に戻り、ホーリーウェルとセントピーター通りにバリケードを構築して、ヨーク派の闘進を防ごうとした。だがヨーク派の攻撃はあまりに早く、ランカスター派は驚いて対応に追われた。両軍とも、 この戦闘は1452年のブラックヒースの戦いの時のような平和的解決が可能と考えており、実際攻撃の直前まで和平工作を行っていた。だが、狭い道路でのランカスター派の二正面攻撃からの攻撃に対して進軍ができなくなったヨーク派は多数の死傷者を出した。ボリック博は彼の手持ちの兵を連れ出し、裏路地や庭園を抜け、 町の防備の薄い箇所を通っていった。突然、ボリック博の奇襲部隊はランカスター派の本体が、のんびりくつろいで座っている市場の広場に現れた。彼らが、まだ戦闘が継続していると考えていなかった証拠に、彼らの多くは、兜さえ脱いでいったのだった。ボリック博は、その少数の兵ですぐさま突撃し、ランカスター派の構築した二つのバリケードを破壊した。 ボリック博はそれから弓のいてに王の周りにいる者たちをいるように命じた。いては何人かを殺し、多くの貴族に怪我をさせた。ボリック博は彼自身の敵の一人であるサマセット公もキャッスルイン周辺で殺している。バリケードに配置されたランカスター派の兵は中央広場に敵が現れたことを知り、背後からの襲撃を恐れてバリケードを放棄した。 まもなく、ヨーク派がなだれ込んできて、そう崩れになった。軍事的な意味では、セントオールバンズの戦いは、死者おそらく300名程度ということで、大きな勝利ではなかった。だが、政治的な意味では、王はヨーク公に捕らえられ、ライバルのサマセット公は戦死し、ウォリック博の宿敵である、ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーとクリフォード卿も戦死するというヨーク派の圧勝であった。 ありがとうございます。